鹿島バイパス国道124号との分岐、茨城県鹿島市大和座宮中鹿島バイパスは、茨城県伊越から鹿島市を通る国道51号のバイパスである。バイパスが、茨城県立鹿島サッカースタジアムに面していることから、鹿島市の大分熱から清水までの区間に、スタジアム大通りという愛称が、鹿島市によって付けられている。百九十三年の、 茨城県立鹿島サッカースタジアムの完成とともに、同スタジアムへのアクセス道路となる鹿島市人工寺のスタジアム前の一部区間を部分共用開始。続けてスタジアム前から同市大船津の茨城県道238号、塚北不当線交転換が共用された。前線開通は2002年の FIFA フフワールドカップ開催に間に合わせるため、 東京方面からの玄関口となる東、関東自動車道板子インターチェンジから W 杯開催会場となる鹿島スタジアムを結ぶインフラ整備として、茨城県道101号板子沢良線と共に、残存区間の鹿島市、清水スタジアム前と新神宮橋を含めた、同市台、船津板子市須崎の各区間及び JR 鹿島神宮駅北側の茨城県道18号、 茨城鹿島線との立体交差工事が急ピッチで進められた。鹿島市では少しでも鹿島に訪れる人々に気持ちよく滞在してもらおうと始めた花いっぱい運動によって市民ボランティアの手による鹿島バイパス沿いの花壇づくりを2000年頃から行っている。ありがとうございます。